はい、どうもみさん、こんにちは、かしゃしゅんです。今回はコメント欄でね、 F とか B とか、人差し指で制覇するコード、制覇っていうのはここの人差し指で全部こう指のね、あれを押さえるやつのやり方を、まず制覇って言います。これを使ったのが F とかね、 B とか、まあ弾き語りで使うのは基本的に F と B ですかね。このコードの、まあ弾けないっていう、まあね、そういうところがどうしても初心者だとね、そこでつかかってしまう、つかかる、うん、まあつまずいてしまうところなんですけど、そこをちょっと説明していきたいと思います。結構コメントにあるので、ね、でまず F、 これですね、これが F っていうコードになります。はい、で B が B マイナーかな、 B マイナーとかがこれ、ピックが欲しいぜ、よいしょ。 B マイナーがこれです。で B が、これですね。ここに、まあ、カポをつけた状態で A っていうコードをやるのと一緒ですね。これが B です。で、まず F とかの、コツですね。基本的に多分音がこうなる人が多いんじゃないかなと思います。自分も最初はそうでしたね。軽くミュートした状態になってしまっているので、まず人差し指の位置としてましては、こちらですね、この1フレット目ですね、1フレット目をちょっとこっちに寄せる、1フレット目の上とは言いませんが、極端ですが、ほぼ上の方まで持っていく。そうすると、綺麗に音が鳴ります。ギュッと。ただ上でもまあ、ちょっと音が硬くなっちゃうんですけど、上よりややこっち側。こんな感じですね。はい、ここでやります。で、それにはもちろん B マイナーもそうで、こっちでやった方がちゃんとなりますね。で、B ももちろんそうです。で、B やるときにですね、人差し指が自分はちょっとこっちに入ってしまうんですけど、まあ基本的に6弦は弾かなくても大丈夫なので、こんな感じでもいいと思います。とりあえずここに乗せるっていう重要な指たちをここに乗せる。まあ、乗せるとはまた違うんですけど、大体乗せる、これぐらいですね、距離感でいったら。はい、こんな感じ、若干フレットが見えるかなぐらいの距離感でいいと思います。はい、でね、それでもうまく音が鳴らないっていう人はいると思うんですけど、その人はまあここの指で押す力、こっち側に押す力、弦を押さえる力が足りないので、親指でグッとネックを押してください。でこっち向きにね、こっち向きにグッと押して、その時に、押すだけだととても力を使ってしまうので、手首をちょっとこっち側、脇を締めるような感じで、でちょっと分かりやすく表現すると、はい、これ今ね、フレットの太さと大体一緒なダイモンボールを用意したんですけど、はい、F この立ちやる時に、まあ、ネックイメージだとネックを曲げるようなイメージ、親指を、まあ、こっち側に押してあげて、で指はこうやる、だからこうひねる感じにすると自然に力がこうグッて入ります。はい、グッてこう曲がるぐらいのね、力が入りますので、そういう感じで手首をちょっとこっち側にグッて脇を締めるような、そうすると力が入ります。でもやりすぎるとここに隙間が空いてしまって、こうまあ鳴っちゃいましたけど、ちょっと隙間が空くとね、変になってしまうので、まあでも脇を締めるようなイメージ、手首をグッて曲げる。で慣れてくるともう脇を開けてきてもね、できるようになってくるので、これでやるとだいぶやりやすくなるんじゃないかなと思います。なのでさっき言ったように、段ボールのね、あれで言ったようにちょっとこうギュッっていう、ネックをもう曲げるぞぐらいのギュッっていう力を、まあ最初の方はね、それを意識してやればなって思います。自分はそれでできるようになったので、はい、ということで、まあ柏の自己流ですが、こんな感じでできたらなと思います。まあひたすら練習が一番のね、まあ、うん、近道ではないですけど、それしかないので、ひたすら練習するしかないので、ね、ゆっくりでもいいので、F とか B とか、まあ練習してみてください。では、頑張ってください。バイバイ。